母親戦争の白川口の戦いで消失した白川、小峰城合津戦争は母親戦争の局面の一つであり、合津藩の諸遇をめぐって、薩摩藩土佐藩を中心とする明治新政府軍と合津藩及び、これを支援する奥越列藩同盟などの旧幕府軍との間で行われた戦いである。現在の福島県合津地方が主戦場となった。なお、 同時期に進行していた長岡藩をめぐる戦いは、北越戦争として別記する。文久2年、合津藩主、松平方森は、京都市五職に就任し、新選組を配下にするなどして、尊能上位発士の取り締まりを強力に推進し、金門の辺においても幕府方の中核として、尊能上位派の排除を行った。蕎麦、伏見の戦いで、旧幕府軍が敗れ、 徳川義信と共に江戸に退去した松平片森は明治新政府の追悼令を受けた義信の強順方針に従って自らも強順の姿勢を示すため合図へ帰国し謹慎するが藩内では主戦論が支配的でありそれを察知していた新政府側でも合図の強順姿勢を信用してはいなかった慶応四年三月十一日江戸城が無欠解除され 吉信が、水戸藩で謹慎すると、薩摩藩、長州藩を中心とした、新政府の矛先は、砂漠派の重鎮として敵視されていた片森に向けられる。追悼を命じられていた仙台藩、米沢藩など、東北諸藩は、合図に同情的で、合図斜面の単願を行う一方、奥越列藩同盟を結成して、結束を強めた。王宇十四藩では、会議を開いて、 会津藩と庄内藩の斜面単願を目的として、新政府の大内峻部総督、九条同行に単願書を提出したが、当政大総督府下参謀、林道明による、会津は実実死者をもっての他に来れなくという基本方針は、すでに決定しており、朝廷へ直接憲白を行うも認められることは、なかった。奥越藩同盟の結成時点では、斜面単願を目的としていたが、 アイズが明治新政府の通達に対して罪を認めず謝罪を拒否する回答書を示したことと明治新政府の陳武士であるセラ修造が仙台藩士によって殺害された事件から戦争に傾くことになる。アイズ藩がろう西郷頼もは戦況が圧倒的に不利とみて従来から主張していた和議教順を藩主・片森に進めるが 片森は徹底抗戦を主張し、徴兵に乗り出した。また、藩側に逃げてきた農民や町人らも武器を渡され戦うことを命じられることとなった。しかし他の藩と同様に、合津藩も領民に対して過酷な租税を課していたため、重税さらには戦争にまで巻き込まれる形となった領民たちの士気は低く、逃走者が後を絶たなかった。生きようようととは、 不見の雪辱に燃える合津藩士とは対照的であった。特に悲惨なほとんどを挑発された合津の町人たちに至っては、征服者である新政府軍を官軍様と呼び、合津藩士を海賊と呼び捨てにした。また、新政府軍の拠点確保を阻止するため、一部の村々を焼き払ったことも領民たちの恨みを深くした。そのため、後に進軍してくる。 新政府軍が合図領の村々から大量の妊婦、馬、軍資金などを調発しても、反発するどころか、歓迎して、これに応じるものまでいるありさまだった。詳細は、白川口の戦いを参照白川藩は当時、国外により、藩主不在となり、幕府直轄領であった。旧幕府軍は、西郷頼もを総督として、慶応4年うる4月20日に、 白川城を占領。これに対し新政府軍は、薩摩藩参謀、伊地地正春の指揮の下と、うる4月25日に白川への攻撃を開始し、5月1日に白川城を落城させる。旧幕府軍は7月までの約3ヶ月間、白川奪回を試みて、戦闘を繰り返したが、奪回はならなかった。詳細は、 日本松の戦いを参照慶応4年6月24日に棚倉城が落城。7月16日に三春藩が列藩同盟を脱退し、明治新政府軍はじりじりと北上した。7月29日、藩兵の大藩が白川口に出向いている隙をつき、新政府軍は日本松城を攻撃。城は落城し、日本松藩主、庭彫国は米沢へ逃れた。 日本松藩は少年兵部隊を動員しており、彼らは後世、日本松少年隊と呼ばれた。特に、木村重太郎率いる20名は、工場戦の最中にそのほとんどが戦死し、合津戦争の悲劇の一つとして語り継がれた。詳細は、ボナリ峠の戦い及び、合津上老城戦を参照に本松領を占領した、新政府軍では、 次の攻撃目標に関して意見が分かれた。大村増次郎は仙台、米沢の攻撃を主張し、板垣大輔と伊地地正春は合図への攻撃を主張した。板垣、伊地地の意見が通り合図を攻撃することとなった。日本松から若松への進撃ルートは何通りか考えられたが、新政府軍は脇街道。八月十一日、新政府軍は ボナリ峠の戦いで、旧幕府軍を破り、40キロメートル余りを、急進して8月23日朝に、若松城下に突入した。新政府軍の電撃的な進行の前に、各方面に守備隊を送っていた藍津藩は、今日疲れ、予備兵力であった、白虎隊までも投入するが、あえなく破れた。この時、最後頼もていでは、老城戦の足でまといとなるのを、 国した母や祭主など一族21人が自陣し、城下町で発生した火災を若松城の落城と誤認した、白戸大使中に万代の大使の一部が、飯盛山で自陣するなどの秘話が、後世に伝えられている。藍津軍は若松城に牢城して抵抗し、佐川官兵衛、山口次郎らも城外での遊撃戦を続け、新政府軍も若松城に砲撃を加えた。しかし、 9月に入ると、頼みとしていた、米沢藩をはじめとする同盟諸藩の降伏が相次いだ。孤立した合津藩は明治元年9月22日、新政府軍に降伏した。同盟諸藩で最後まで抵抗した庄内藩が降伏したのはその2日後である。旧幕府軍の残存兵力は合津を離れ、仙台で榎本武明と合流し、江戸地へ向かった。 アイズ藩が降伏したことで、今まで藩の重税に苦しんでいた農民たちにより、やあやあ一気が起きた。損傷したア津若松城詳細は、母親戦争を参照薩摩藩の軍艦、霧の俊明や長州藩の参謀、前原一世の計らいで片森は、死等を厳じられて、謹慎となり、養子の信則と共に、江戸に護送されることになった。本来であれば、 過労上席石にあった、西郷だのも、田中元清神保倉之助が切腹するところであったが、西郷は、行方知れず、神保と田中は、城下での戦闘において自陣していたため、自席のかやの長を治むが、戦争責任を一心に負って切腹した。江戸に送られることになった片森を、家臣たちは、団長の思いで見送りに来たが、これまで重税に苦しめられてきた領民たちは、 何の関心も示さず、見送りにも、ほとんど現れなかった。合津藩の領土は、明治政府の直轄地として占領され、若松城下には、政府機関である、明治政府民政局が設置された。その後、各地で打ち壊しを行うやーやー一揆の農民たちに、対して、明治政府は、積極的に鎮圧はせず、合津藩の旧村役人に交渉させ、 一騎勢力の要求の多くを実現させた。従来は新政府軍が遺体の埋葬を許さなかったとされてきたが、戦死した、藩白らが埋葬されていたとする資料、戦死カバネドリシマ金近入用帳の写しが、会津若松市で見つかり、埋葬場所、埋葬経費などが詳細に記されている。写しによると、1868年10月3日から同17日にかけ、 藍津藩士4人が中心となり、鶴ヶ城郭内外などにあった567体の遺体を発見場所周辺の寺や墓など市内64箇所に集めて埋葬した。発見当時の服装や遺体の状態、名前が記載されているものもある。このうち、海古用神社の西の畑にあった22体は、近隣の60代女性が新政府軍の武士に頼み、近くに葬ってもらったとの記載がある。 領土を失った藍津藩の武士らは、翌年の明治三年近親を解かれて、天保先として、稲葉城町と都南のどちらかを、明治政府により提示され、最終的に都南を選択し、旧藍津藩市4700名余りが移住して三考藩を建て、明治三年六月に名称を都南藩と改めた。藍津出身の軍人、柴五郎によると、都南は、 監視から取ったとの説が広く受け入れられているが、該当する古典監視が存在せず、合津藩士、秋月定次郎が、慶応元連に、映像へ左遷された際に読んだ、東府都市南南、三角州との類似が指摘されている。一方、当時都南藩の王族として、藩政の中枢にいた、竹村都秀の、北下日記には、都南と派外南部の言いなりと記されており、当初、 外南部の略称に過ぎなかった者を大二名分に立って北斗以南の意義づけが行われたとの解釈もある。合図藩一の成績優秀者で年齢による白戸大使所退後から国費留学を経て東京帝国大学総長など歴任した山川健次郎は合図藩は標法や武器が時代遅れで松平片森は幕府への忠誠心は厚かったが情報に疎く。 藩主として、藩内の多数派だった主戦論を抑えられなかったことを表している。京都御所警備という朝廷の付近での任務について、いたのに、情報警視や身分が硬直していた合津藩は、武士や地主以外の領民警視で、戦争の準備も、軍政改革も遅かったとしている。和平主張する者を母親戦争末期まで排斥したことにも、国際感覚もあった。 神母修理の助言通り強順するか、最低でもとは、伏見の戦い後にでの圧倒的敗北後にもいた、反内教皇派こそ、藩主として処罰するか説得するなどして、時代の変化を理解して、うまく立ち回るべきだったと述べている。山川は、自身が戦後に物理学を専攻した理由に、合津藩の朱子学など、受教重視で理系軽視だったことを挙げている。しかし兄と共に、 旧藍津地域の支援をし、兄の死後も、明治34年に、困窮した藍津松平家のために、明治天皇から貸しされた金銭を渡したりしている。観光史学も参照近年でも、観光史学の影響で、藍津地方の人々が、一方的に、朝敵、俗軍扱いされた遺構がある、圧力が報じられることが多いが、実際には、一般の藍津民からではなく、 ア津ズ藩士による薩長への遺婚のみ存在していた。前日の通り、朝税や藩士優遇の前時代的なア津ズ藩の苛烈な統治に不満を持つア津ズ民が多く、ア津ズ藩士や親族らの敵である明治政府軍に協力した者も,も多数出た。移住処分や処罰もア津ズ藩士やその親族のみに行われた上に、実際にア津ズ戦後に明治政府が アイズ藩時代の統治を残そうとした際、逆に藩民から反発運動が起きたなど、アイズ藩の統治への不満が根強く、反発を受けて直接行うことにした明治政府による統治では、不和は起きなかった。旧アイズ藩士族らによる薩長への遺向が、観光私学が普及以降は、アイズ藩ら党に協力者が続出していた旧アイズ藩地域の批判士の子孫らから、 薩長藩出身者への遺恨があったことになってしまっている。西南戦争では、旧藍津藩士らやその親族が、薩摩の巨界である、西郷隆盛への恨みを晴らすために、かつて藍津戦争で戦った、明治政府軍に志願したと言われる。藍津藩士、柴里倉の逸夫である明治政府軍軍人の柴五郎などは、 西郷や大久保と市道など、薩摩出身の政治家の非合の死に対して、当然の帰結であり断じて喜べりと語っている。昭和61年には、長州藩の主婦であった萩氏が、藍津藩の主婦であった藍津若松市に対して、もう120年も経ったのでと、藍津戦争の和解と、友好都市締結を申し入れたが、藍津若松市側は、まだ120年しか経っていないと、 これを拒絶した。平成19年、山口県第四区選出の衆議院議員、安倍晋三は、内閣総理大臣として、藍津若松市を訪問した際に、先輩がご迷惑をかけたこと。平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、藍津若松市は、萩市から義援金や福島第一。 原子力発電所事故避難者用の救援物資の提供を受け、合津若松市長、関家一郎が、萩市を例の意味で訪問したが、関家は和解とか仲直りという話ではないと述べた。また、原発事故における放射性物質の除染作業に、自衛隊の山口県の部隊が携わった際には、部隊長が、福島県知事、佐藤雄平に直々に作業報告に出向いた。 平成24年11月26日、萩市長、野村浩二は、藍津支援の一環として、藍津若松市を訪問し、白虎大使の墓前に喧嘩を行った。2013年に放送された NHK 大河ドラマ、八重の桜では、幕末の藍津藩が舞台となっており、藍津戦争のシーンでは、実際の歴史では、ほとんど参戦していなかったはずの長州藩が、鬼のごとく、 合図に攻め入ったかのように描かれていたため、山口県民からは、不評を買っていた。平成28年の報道によると、親から、長州の男との結婚だけは、絶対に許さんと言われ続けて育った子供が、合図地方に羽織り、国道49号についても、明治時代に制定された合図を通る国道が、縁起の悪い49にされたのは、長州の嫌がらせだと虚偽を信じて、 真顔で述べる住人がいる。しかし、実際に合図に国道が制定されたのは、明治時代ではなく、昭和であり、国道49号が誕生したのも、昭和38年である。平成30年2月17日に放送された、新婚さんいらっしゃい。では、福島県出身の男性が、鹿児島県出身の女性と交際し結婚しようとした、ものの、夫が、 アイズ藩であることを理由に、女性の父から結婚を認められず、破局30年以上経って、父が他界した後に再会し、ようやく結婚することができたという夫婦が出演した。ありがとうございます。